自分 FMW 女子でしかできない自分の最後を飾るにはやっぱりおんじさんがやってきてくれたことを、それを自分もやっておんじさんが伝えてきてくれた心とかそういうのを自分も伝えていきたいっていうのがやっぱり一番大きかったんですけども、やっぱり何も悔いを残したくない、やっぱり自分の中でやりたいと思うようなこと、で悔いもうやめ引退を決意して、それからこれを決心したんで、だからもう悔いを残したくないっていうのが一番だったんですよ。工藤とのこの主導権争い、序盤の力技、やはり目にあの有刺鉄線が入ると思いますがね、はい、3月に全中にデビューしました豊田。ここは有刺鉄線めがけたわけですね。そうですね、はい、やっぱうまくいかないんですよね。やっぱり初めてだっていうのもありますし、自分のロープは初めてなんですよ、やっぱロープが使えないっていつも自分の動きが出せない。なるほどね、この勝手違いっていうのはあるでしょうね、はい、スタイルでね。いやもうちょっとね、ハイテンポっていうのを持っていきたいと思ったんですけど、もう一歩のところまで詰め寄られた。そうですね、この距離感というのもなかなかね、分かんないんです。工藤も豊田もまだ痛みは味わっていません。有刺鉄線電流爆破デスマッチ、静かな立ち上がりと紹介しましょう。漏れました。入りますでしょう。場内のお客さんがそれ以上に力を込めましてこのカードを見つめています。このまま有刺鉄線まで持っていくのか。蹴り、衝撃は実際一番近いところにいて、豊田さん思い起こせることは何ですか。これは自分は当たってないんで、音が、音がはーで耳を押さえてたわけですね。そうです、音がするんですよね。そしたら火花が散りました。はい、はい、取ろうとするんですけどね、この辺りは工藤がグロッキーです。カウントトゥー、やはり傷口開きました、血が流れています。私なんか今のあの電流の入り方を見ただけで萎縮してしまうんですが、ここはチャンスですからね、豊田さんにしてみればね。このスイングは効くでしょう。痛めた背中の部分、ちょうどあそこに当たりましたからね。もちろんそこが狙い目。これで感謝です、そうか、豊田さんにしてみれば最後の試合ということもあって、とにかくあらゆる自分の学んできたもの、得てきたものを出したいという気持ちもあったわけですね、はい、ここはしかし工藤が逆にペースを使います。飛ばすのか、飛ばない、飛ばない、
さん、はい、この衝撃はどんなものなんですか。自分の想像してたよりもまず電流が流れるんですよね。でビリって体が来たと思ったら今度暑さがバーンと来て、でその後痛さが来るっていうか、結構想像してたよりもすごかったですね。二面が有刺鉄線で二面が電流爆破ということになりますが、はい、ちょっと立ち上がれない状況です。あの衝撃はあまりにも大きかったか。さあ降ってきたぞ。ああ大丈夫だ。今のよろけた分救われました。駆動のこの表情、今グロッキーだな。豊田この辺りはまだ目が回ってるという感じなんですかね。そうですね、結構きつかったですね。はい、は上げられるか。おーっと結果そしてこの辺りで視線が定まってきますね。そうですね、はい、うわー有刺鉄線どよめいたのはありますね。自分爆破あるのかっていうのを思ったら鉄線の方なのか爆破の方法がねもう分かんなくなりますでしょ。二面が鉄線二面が爆破、しかし今はどよめいた。しかし有刺鉄線だって相当痛いわけでして、決してこれが楽なわけではないんです。かなりのいいアングルで決まりましたんで、そうですね、きれいに入りました。ジャバーの苦手なんですけど、最近使い出したんで、なるほど。でもなんとか決めたいと思ってたんで、はい、これはかわされました。工藤はしかしこの一連の流れは工藤です。まだまだ工藤も大丈夫。結構足にくるんですね。あなるほどね。確かに余裕があるんですが足に来ている。血染めになりました両者です。かわしてバックドロップ。これもハイアングルですね。すごいですね。カウントツー。しかし自分にも影響がありましたか。今頭の中にあるのはこれ何ですか。もう、ね、無ですね。もうと決めるぞ。自分の勝負にかけてましたから。なるほど。でどうしても勝ちたかったんですよ。なるほど。そして死の目の前で今サンダーファイヤーカウント。もうしかし豊田さん、これが決まんなかったんで、全てを出し尽くそうという意識と決まらなかったという悔しさと、工藤のしかし何とも激闘ぶり。ここはしかしチャンスですね。来た、サンダーファイヤーに持っていく。これは効いた。豊田さん、はい、仕留めたいところでしょ。もうね、本当にここまでね、持ってきて決まらなかったよね。あー、逆に今度は取るぞ。危ない危ない、ツーツー。豊田さん、はい、もうこれファンの間では有名なんでしょうけども、はい、引退を決意したのはいつ頃なんですか。決意は12月ですね。そうですか。土屋とのあの決着がついた時でした、ね。そしてこれがそのレスラー人生の最後の試合。決定。危ない危ない。バックを取ったのは工藤。
自分でもうダメだったんだ、耳の後ろで爆破したんですよ。で首が破裂したんですけど、自分当たった時首が切れたと思ったんです。もうこれで終わりだって思ったんです。これはもう二人の体重を支えながらドカンと後頭部から爆破に見舞われました。座り込んだ状態で行っちゃったんで、首が切れたと一瞬思った、思いました。キッと耳が鳴って、もう耳が聞こえなくなっちゃう、耳鳴りまして、もう首の痛さが半端じゃなかったんですよ。両者立てません。工藤もしかし醤油を出てるんですね。工藤は自分がしてくれて同じように当たってますので、ダメージは工藤を受けているのか。そして今目線が定まってきたぞ。古田さん、まだ耳鳴りはしてるんですね。してます。足はそして動かないんですか。動かないです。もう足に来るんで立ち上がりたいんですけど、このそうすると訴えというのは思うように動かない自分への悔しさもあるし、悔しさと、お前まだ終わりたくないっていうのもあるんですよね。まだこんなもんで終わるかって、負けないっていう、まあ、そういろんな気持ちが。工藤と豊田の死闘になりました。文字通り死闘になりました。この辺りのシーンはプロレス関係者がみんな涙して見てました。そして今工藤だ、2点キャー。工藤さん、この粘りこそ間違いは何から生まれるんですか。もう安らかに眠っていいんじゃないですか。やっぱり最後まで意地は張りたいですね。最後でね、最後の最後、こういう向かっていくと、こういう気持ちを伝えたいんですよ、自分は。絶対負けない、絶対やってやるんだって。そうですか。もう打つた瞬間、多分もう分かってないんだと思うんですね。もうこのコールも聞こえませんでした。聞こえてないですね。なんというしかし首の回り方でしょうね、今のはね。86年3月に全日本女子プロレスラーとしてデビュー。その後将来を嘱望されながらも一旦は挫折引退、その後復活した。最後の最後の試合がこれか。レスラー人生を終えてしまった。21分26秒、その激闘ぶりは称賛する。キバスゴリスペシャルコムからの対方により、工藤恵選手の勝ち。今見てどうですか。電源を切ってください。熱切れたっていうか、もう本当に最後で悔いもなく、自分の中で試合は良かったかどうかは自分は分からないんですけど、本当に自分の中では悔いなく終われて、もう彼女にやりたいことやらさせてもらって、本当に